これマジですごいっすよ今日。やばいやばいやばい。渋谷に来てます。渋谷に、いい編集マンと渋谷に来てるんで、今日は俺もうすごいと思う。マジでえぐい人と撮影するから、フットサル界のレジェンド。ちょっと興奮してる。サムネでバレちゃうと思うけど、撮影が11時からなんで、まあ、今10時なんですけど、ちょっと軽く打ち合わせして撮影にも臨みたいと思います。はい、ブエナー TM チャンネルのゆうりです。はい、今日なんですけど、このビジョンジムに来てます。これマジですごいっすよ今日。ビジョンキング、もうキングだよね。いやマジでこれちょっと本当すごいから、じゃあちょっと早速行ってみましょう。行きますよ。あ、お願いします。はい、こんにちは。いらっしゃいませ。やばいやばいやばい。いやー、はい、カオルさんのビジョンジムに今日はお邪魔したいと思います。いえ、どうも。いやマジでありがたいです。もともとあれですもんね、あの名古屋撮影の時に。そう、そうだね。ここはもうね、あの手ぶらで来れるとこで。そうそう、すごい。あの、まあ、変な話、何もタオルとかも何もなくてもここで用意して、でシャワーとかも浴びれるし、まあ、もちろんシャンプー、リンス、ボディソープも全部揃えてるんで、はい、もう全く、もう本当に手ぶらで、EMS って言って、はい、まあ、体に電気を流して、はい、あの、まあ、筋トレをするんだけど、まあ、そこでこう電気を流してる分、その筋肉に刺激を与えて、はい、普段のジムでやってるトレーニングより効率よく、うん、短時間で鍛えるっていう、20分で4時間分の筋トレをやった、はいはい、まあ、もちろんそのどうやるかによってだけど、あ、まあ、大体ここは、渋谷店、この店舗はその重いものとかあんまなくて、まあ自重を使ったりちょっとした重りを使ったりする、もう本当に一般の人向け、はいはい、スポーツやってなくても、まあ、女性の方、はい、あるいはダイエットしたい方、はいはいはい、結構ね汗もかくから、でアスリート向けはまた違うところに銀座にあって、はい、あ、そうで、銀座でもまた違うくださいね。いやー、じゃあぜひちょっとやらせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、じゃあ着替えましょう。うわ、なんか濡れてます。まあね、あの、水をこう、あ、通りやすく、通りやすく、電気が、すごい。ちょっと着替えます。はい、じゃあ着替えてください。じゃあ俺はこっちで、はい、僕もじゃあ着替えます。こんな感じです。で、ここに機械をつけて電気を流す。ワイヤレスでみたいな電気をくって。そうそう、他のところだといろいろケーブルがあって、はい、それでまあ動き制限されたりするとこもあるんで、ここはそういうのなく、まあ、自由に動けるっていう、どんな動きにも対応できる。あ、これ電源入れていただいて、まあ、Bluetooth で、はいはい、接続するので、これを、まあ、このスーツの横にくっつけます。まだ流れないんで。これあの、それが長谷さん、はい、です。長谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日どんな、強度としては。今日は、まあ、結構動けると思うのでまあ全身で大丈夫ですかね。全身で大丈夫、はい、はい、全身ちょっとまんべんなくトレーニングしていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃ早速電気流していくんですけど、はい、止まってるままだと電気で勝手に筋肉縮むんで動けなくなっちゃうんですよ。ちょっと最初大きく動いてください。はい、あ、動きながら、はい、動きながら下半身から出来上げていきます。はい、あー、これでまだきつくないですね、動き的には。まだきつくはないですけど、もう来てますね。来てます。すげえお腹まだ筋肉きつくないですか。
まだ、はい、次、胸いきます。最終的にこんなっちゃう。まあ、その部位によって脂肪と筋量によって、はいはい、感じ方変わる。はいはいはい。で、こう、徐々に上げていきます。胸いきます。おずっと笑ずっと笑っと見ない。よーい、ストップ。1、2、3、4、5、3、4、5。待って、でも慣れてきたでしょ、もう電気もう慣れてきた。大丈夫ですか。死んでる。やべえ、化け物との差を感じた、マジで。見てこの余裕。じゃ今度はどうしよう。くっそ、膝つきでいいので、もう一瞬いきます。下で小さくで、下で地図30回終わったら下で10秒キープ。で、胸つけないで肘90度伸ばすね。1、2、3、4、2、3、4、5、2、3、4、5。あああすげえ、これマジでこんなやばいんだ。ベンプリいらないじゃないですか、こんな。そうなんだよ。いらないんだよ。あのこれドイツから来てる。あ、そうなんですね。トレーニング法なんだけど、向こうだとサッカーチームとかこれを使ってランニングしたりとか。あ、そうなんですね。そうそうそう、幸せだね、カオルさんのトレーニングできるなんて。思わなかったわ。うわぁ、いやぁ、やばい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 、汗、やばい。昨日、10時、12時でトレーニングしてるから。ハードスケジュールです。半端じゃない。はい、あーもういいですか。はい、そうです。いいか、つかない。はい、OK です。うわー、くそー、これやばいぞ。これマジでみんなやった方がいい。やばい、マジでこれ脱いだらもう変わってそうからだ。ケゴがいけー。わー、いきます。よーい、スタート。はい、OK です。うわー、はい、そうそうそう、うわー。ラストね、アンディさんとラストね。最後、最後、あとシャワー、シャワー。シャワー、シャワーだけ、もう。あー、はい、OK でーす。わー、イエーイ。これ、大体20分終わり。はい。でも、汗の量、普通じゃないでしょ。すげえ。これさ、マジ、嘘だと思ってる、本当に。これ、やばいからね。ガバリの電気が。あー。ただ今さっきと違う電気が流れてくるんで、はい、すごいよ。電気来てますね。うん、来てます。普通の腕デスだと思ってるでしょ、みんな。全然見た感じは全然できてないなみたいな思ってるけど、これはすごいね。でも、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、本当にありがとうございました。いいえ、どうでした。いや、すごいっすね、これ。マジで普通のね、自重だからね、ちょっと重りとか持ったけど、もう普通に軽いから、5キロとかの、うん、やつやってるだけでもパンパンだからね。そう、結局ね、あのこの共同に慣れていくから、そうならないためにちょっとこう強くしたり、はいはいはい、マット数を、ね、上げたりして。これでカオルさんは今日自重やってますけど、カオルさんもアスリートの、そう、あの、うん、銀座店の方でね、ベンチプレスを使ったりとか、スクワットをやったりとか、その、はい、ウェイトを使ったりしてやってる。鍛えやすいよね、ワイヤレスだから。そうですね、何も動きに制限されることもなく、最初はね、ビリビリこう来たりするけど、汗かいて、はい、こう動きも慣れていけば、それがもう普通になってきたら、そうっすね、最初だけちょっとびっくりする感じだね。最初マジやばいからね、本当に体感として。これもぜひあの、概要欄の方にね、載せとくんで、うん、はい、カオルさんの SNS とかも全部載せとくんで、ぜひチェックしてみてください。で、完全予約制ですもんね。完全予約制、予約制なんで、はい、まあ、一度ね、体験参加もいただいて、はい、そうですね。だからこの YouTube を見てくれた方に、またその中からこう、なんか抽選じゃないけど、はいはいはい、
じゃあ僕と一緒にトレーニングするかも。おお。全然いいよ。全然いいよ。それやばいよ。やばいっすね。じゃあ3人にしようか。3人。戦略戦。その3人を入会させると。ああ、そうっすね。入会までもう。入会までです。もちろん。強引なんだ。する人はカオルさんと。で先着3名の方は電話してね、早かったら3名の方はカオルさんと一緒にトレーニングパーソントレーニングできる。渋谷か銀座。それもまた所在。ああ、了解です。もう概要欄に。これめちゃくちゃすごい。すごいですね。はい、ビシバシやりますんで、ぜひ応募してください。ぜひお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい。おはようございます。すいません。大丈夫ですか？始まってんのかい？いきなり。マジか！